はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで今回なんですけども、村下幸三さんについて、おう、第2弾、またやる、第2弾やろうかなと思うんですけども、ね、前回の初恋というやつがですね、動画出したんですけども、これがもうバズりにバズってですね、ちょっとびっくりしてるんですけどね。ありがとうございますっていう話なんですけど、正直そんなにいくと思ってなかったんで、私自身意外や意外っていう感じだったんです。私ね、もう申し訳ないんですけど、存じ上げてなくて、この、あの村下幸三さんっていう方を、名前も聞いたことないし、ただ歌のこのサビの一節は聞いたことあろうっていう感じやったんで、よくよくちゃんと聞くとえげつないっていうね。そう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 、ね、でそれで初恋っていう動画のちょっと感想を出したら、かなりもう今で5.6万回とかなって、このチャンネルで提供してるその動画の中でピカイチでございます。多分ね、この10日間ぐらいですけど出してから、多分その伸びが多分ナンバーワンなんですよ、はいはい、そうなんですよ、ぐらい、あれ、なんでこんなに、多分ね、 YouTube のそのアルゴリズム的におすすめに乗りやすくなっちゃってるっていうのもあるんですけど、あ、なるほどね。で、なんか良かったんでしょう、多分そので、それでブワーって急に広まってしまって、びっくりしてるんですけどね、これ。でもね、やっぱりコメント見てたら、村下幸三さん取り上げていただいてありがとうございますとコメントめっちゃ多いんですよ。もうこの方はもっと有名になってもおかしくないぐらいの人だったんだけども、いや、こうやって見つけてくれてありがとうっていうコメントが多くて、あ、やっぱり実力のある方って、あ、もう今の時でもこうやって親しまれてるんだなっていうふうに思いましたよね。はい、ということでね、今回ちょっと別の曲をやってみようと思うんですけども、もうそこのコメントで一番多かった、踊り子という曲を聴いてみようかなと思います。はい、でこの曲なんですけども、まあ、バンドバージョンと普通はバンドバージョンなんですけども、そうじゃなくて、今回そのもう村下、オンリーザ村下幸三さんの、ギターと声だけのものを、弾き語りのやつを、あれギターもめっちゃうまいって言ってましたもんね。そうそうそう、ね、ギターも超うまいんで、それをちょっと聴いてみようかと思います。じゃあ行きましょう。いはい、すごい、指ずっとこんなになってるてか、すコード弾きじゃないんですね。スリーフィンガーでこう、ちょっとしたメロディー入れながら、え、これちょっと赤いジャケットがねやっぱりね、サラリーマンですよね、見た目は。これこっちのね、右手のアルペジオ超高速なんですよ。いや、あの指がずっと忙しいし、ああいいがいい、やっぱええ声やな。ああ、ええなこの高音とこめっちゃ良くないです。高音とこめっちゃええ誰が聞いてもあキャッチャーってなる声じゃないですか。このアルペジオすごいからね。こうアルペジオってそのギターの弦を1本ずつ弾くあれなんですけど、ね、音色めっちゃ多ないです、すごいな。あ、もうやっぱエコやな。なんやろな、この何の調味料も入ってない声、でも風貌はもうすごく普通なんですけどそうなんだから、もう見た目と出てくる声のここ入り方ね。あーし、いや、これでもほんまマジでここのあーいいのね、めっちゃ綺麗ちゃいます、この置いてく感じ、すごい、このギターの強弱こんなんやってる、こんなんちょっとすごいな、これね、歌いて弾く人で分かれて、これやったら分かるんですけど、一人で完結してんのがえぐいな。これも弾き語りの究極系やね。いや、アルペジオでここまで弾きながら弾き語りする人ないでしょ。あんまり見たことないですね。あ、ここな、ここめっちゃいいな。
その指が超忙しい。ああ、ええ声。うわ、やばいやばい、サブイボタンあった今。ミュージックユーエっていうこんな番組。何なんすかその番組。知らないっすけど。一つ思ったんですけど、うん、歌ってる時この人手元一切見てませんよね。そう。もうえぐい。これね、マジでギター上手い人。えぐい。えぐい。いや、普通に弾き語りの人って歌いながらちょっと手元見るっすよ、みんな。全然見てないですから。一切見てない。これね、これはもうだから感覚で覚えてるんですか。どういうこと。意味わからない。だからこっちのアルペジオも高速で、はい、こっちはまあコードを押さえながらコードを押さえつつちょっとしたメロディーをこの左手にも入れていくんですけど、でしょ、はい、でしょ。だからこの方ね、脳みそ3つ持ってるんですよ。どういうこと。こっちが1つ目の脳みそ でここにも脳みそ入ってて、でこっちにも脳みそが入ってる人ですよ。脳みそ、そう、脳みそが3つ入ってるんで、だからできるんすよ。いや、おかしいっしょ。脳みそ、脳みそ、脳みそみたいな。そう。いや、でもこれ、いや、でも1個の脳みそじゃ処理しきれんですって、うん、普通に考えて。だからね、でも、多分ね、もう分かんないですけど、その科学的に言うたら脳みその構造そういう感じだと思いますよ。どこの分野でこれ動かしてるんですか、これ。何やでやってるの、これ。だからね、その頭で考えてこっちやらんでいいんですよ。もうなんか怖い、自動演奏。そう、自動演奏なんですよ、もう手は。だから手にのお味噌ついてるからできるんですよ、あれ。もう名前なんやったらついとるぐらいの勢いですよね、それ。そうでないと、あのね、このアルペジオの高速アルペジオで、でコードをこう弾きながら、コードってただのコードじゃないですから、ちゃんとベース音をちょっと変えたりとかですよね、うん、でところどころのその味付けの音とかちょっと入れてたりするんで、それをやりながらあのクオリティの歌を歌うってとんでもないんですよ。あれ、歌専門の歌手でもあのクオリティでまず歌えないでしょ。まあ、そもそもが歌バチクソうまいんで、村下幸三さんって、うん、でも大抵こっちのギターが入ると、ブレるんすよ。ブレるっていうか、おろそかなるんすよ。おろそかなるんですよ。で、手元何回か見るじゃないですか。手元見てこうやってる時に、なんかちょっとこう質が落ちるんですよ、音の質が。もう一切見てませんもん、ね、微妙にその歌の感情が伝わらんかったりするんですよ、うん、弾き語りをすると、うんうん、ところがこの村下幸三さんは完全に独立処理をされてるんで、自動演奏ぐらいの勢いで、手とはこの歌が独立で処理されてる。もうおかしい、おかしい、おかしい。で、やっぱりすごいですよね、これ。これ本当弾き語りの僕究極だと思いますね。できる人私見たことないですけどね、うん、アルペジオでまず終始やり尽くすっていう人初めて見て今、うん、で絶対何かのタイミングで手元見るやろう思って見てたんですけど、うん、一切見てないですよ、うん、一切で、なんか感想っていうか、歌ってない時は手元ちょっと見てみたいなことするけど、うん、歌う時はずっとこの正面なんですよ、うん、ずっと。だから正面向いてるから、その感情も伝わりやすいですし、パフォーマンスとしてはもうそれが正解なんですよ。でもあんだけ感情入れて歌ったら手がおかしくなるもん、うん、あんな、まあ、そもそもあのギターを弾いてあの歌にあんなにさ綺麗に歌えるっていうのないですから、普通あんまり。すごいなうん、僕でもこのアルペジオでこういう歌い方する人って何も知らない、日本では知らないから。いや、私見たことないです。うん、いや、なんだろう、分かりやすく言うと、ギターの演奏者でなんかこう押尾幸太郎さんって言ってるじゃないですか、はい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 、あの方の方がもっといろんな音色やってるんでもっとすごいんですけど、でもやってるレベルとしてはそれに等しいぐらいの難しいことやってるじゃないですか、ベース音入れたりとかなんやしてっていう風にやって、それをやりつつ歌をやるんですよ。押尾幸太郎さんもね、まあ、ギターで人気ですけど、ところが、はい、村下幸三さんそれに引けを取らないプレーをされるんです。おお、
それはね、またあのギター編でちょっとやるかと思うんですけど、ギターもえげつないですからね、この人ほんまに。え、もうな弱点ないんですか？弱点ないですね。弾き語りミュージシャンとしたら弱点ないですね。弱点ないんですか？風貌が普通っていうぐらいじゃないですか。でも俺はあのこの村下幸三さんの魅力の一つだと思うんですよ。じゃあ僕ね、すごい妄想してるんですよ、僕その、はい、まあ、音楽一応やってるじゃないですか、はいはいはい、あの下手なりにやってますけども、うん、まあ、ライブバーとか、まあ、ちょこちょこ行ってた時期で、うん、ライブバーで行って そこにいる楽器する人とセッションしたりするんですけども、はいはいはい、そこにふと村下幸三さん現れたらすごいやろうなって思って最初分かれへん、ね、最初あサラリーマンが仕事帰りに遊びに来たんやな、でこう客席でパーって見て、でもしこれやられてみいや、もうね、口ポカンですわ、もうは帰りますって無理です、この後僕できませんって誰しもがその後やらんでしょ。でけへん、でけへん、演奏も歌もせえへんでしょ。無理無理無理。やばい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 。なんかね、でもそういうシーンがあったら面白いなと思いながら、なんかこの風貌の普通さが僕むっちゃ好きで、このいや私なんかそれだからこそこの方めっちゃ魅力的なんだろうなって思うんですよ、うん、普通さこうミュージシャンやってたらさ、うん、キンキラキンにしたりとかさ、ちょっと、まあ 派手な格好したりとか、ね、ちょっとメイクしたりとかするんですけども、うんうん、でそれちょっと着飾ってドヤみたいな感じでいくんですけど、ドヤ感全くないです。ナイスナイス。ドヤ感全くない。素でめちゃくちゃええ声出して、で素でめちゃくちゃいいギタープレイするんですよね。いやだからね、コウさんがねドヤっていうの言ってたじゃないですか、うん、ないんですよ。ミュージシャンってみんな俺を見ろ、私を見ろっていう思いが、うん、まあるじゃないですか、うん、村下幸三さんね、本当にただ僕は音楽をやってますっていう姿勢がすごいかっこいいんですよ。なんかこうさらっとすごいことをさりげなくやるみたいな。そう、なんかあのノーアルタカは爪隠す感が僕もめっちゃ超隠してるみたいな、濃いなと思って、ほんでやることえげつないみたいなね。言うて、こんなんもしそのセッションでやられたらもう後の人間何もできへんからな。いやもうあれでやりますいう人間おるんやったら誰か言うてみいさいう話じゃないですか。もう無理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 って思う。もういや私ね、この村下幸三さん、なんだよ、知れば知るほどハマりますね、この方ね。そう、ランさんもだから初めてね、はい、この前初恋っていう曲を聴いて、はい、そこで初めて、まあ、はい、ちゃんと見たでしょう。はい、ちゃんと見ました、うん、だからそこからランさんがまたちょっとハマりだして、だから深掘りすればするほどこの方、いや魅力の塊やなと思って、うん、そうなんですよ。あのミュージシャン、なんかフロントに出るミュージシャン、うん、独特の性質あんまり持ってない方なんですよ。ないんですよね、どっちかというとバックバンドの性質の方ですよね。はい、なんか前ね、職人気質ですよね、うん、この方っていうのがもう全面的に出てきてるんで、うん、表に立つっていうことが当たり前だなんて一切思ってなくて、うん、まあなんだったら僕の歌良ければ聴いてください、うん、僕の演奏良ければ聴いてくださいぐらいの雰囲気に見えちゃう。そうなんですよ、多分ね、この村下幸三さん、あの私の想像ですよ、めちゃくちゃ人ええと思うんですよめっちゃええ人や思うんですよ、めっちゃ謙虚でもうなんかもう話す人みんな村下幸三さんのこと好きになるぐらいのでしょうね、あんまりだって僕が僕がって自己主張するような人やったらこうはなってないと思う、もうむっちゃええ人は思いますよ、うん、ただその才能的にはもうちょっと本当にやばいね。やばいっすね、この方マジでやばいっすこれね。ほんでギターの弾き方、まあそのアルペジオうんぬんかんぬんっていうのもあるんですけども、うん、あのギター一本なのにすごいこのアルペジオでやってる時は疾走感あるでしょ、うん、リズムが出てるんですよ、うんうんうん、で時々そのキメでこうジャラーンと鳴らす時とかあったりとか、ね、この強弱というかわびさびというかこの辺がすごいなと思って、あと弾き語りで最後まで飽きずに聴けるって私初めての経験なんですよ、うん、これねライブあるあるですよね、はい、なんかはい、まあ僕らの世界でもその弾き語りライブとかようあるんですけど、うん、ありますね、見に行くんですけど絶対飽きるんですよね。飽きるんですあの1曲の中でも1番聴いたらもうええわってなっちゃうんですよ、うん、だって同じコードやり回すだけなんで、順番変えたりとかなんかして、うん、この方のギターの演奏はね、あの展開がちゃんとあるんで、そう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 、飽きないんですよね、聴いてられる。本当なんかちょっとクラシックみたいな感じの、その見せ場をちゃんとこう、うん、ね、
アップダウンをちゃんとつけてたりとか、音の強弱もないですよね、この方ね。だからね、すごいすごいしか言いようがないんですけどね。なんか他に言葉あります？いやでもこれね、ギタープレイもね、またあのビギターだけにフォーカスした動画もちょっとやりたいですけど、ね、ギターもすごいんですよ、ね、いやぜひとも私解説していただきたいです。あの素人なんで私ギターに関しては。いやでもなんか誰が聴いてもすごいと思うじゃないですかこれって、うんうん、素人でもこれね。でも村下幸三さんのこれってなんか教科書に載せた方がいいくないと思う。音楽の教科書に、音楽の時間に聞くべしやと思うで俺。いやー激しく同意です。それはあのものすごい基本をしっかりした人なんですよ。味付けないっていう、うん、その化学調味料、うん、いや塩も入ってない、うん、塩も入ってないのに味すんねん、うんうんうん、素材の旨味だけでってやつでしょ。そうでもあの私ギターは分かるんですけど、歌に関しては基礎めちゃくちゃしっかりしてる。だからこそ母音の発声超綺麗なんですよ。発声発語めっちゃ綺麗、うん、ただそのなんか応用というかね、その味付け何にもしてないのにこんなにちゃんと聞けるんやっていう、これのね本当の弾き語りをやるんやったらこれ絶対聞かなあかんなって思いました。誰かがその村下幸三さんを知らなかったのは損だみたいな。いやでも私それね、そうで知ったことによってこれから得をするだろうみたいな、なんかそんなコメントいただきましたけども、そうやなと思いましたね。すごいです、うん、村下幸三さんマジで。でもこれ聞いちゃうと何もできなくなっちゃう。いやもうこれ知ったらどうしよう。弾き語り絶対、いや弾き語り絶対できひんわって私思いますわ。俺何やってんねやろってなるもん。うわぐらいのレベルやと思うんですよね僕。これすごいっすね。だからね本当にね、なんかこうやってる時も淡々とやってるんで、うん、俺すごいやろとか俺やったってんでっていうのが一切ないんで、うん、そうね。いやなんでこのギターうまい方にこの声がついてんねやろと思いますね。いやもうほんまにね、かむ理由でもね、神は二物を与えすぎでしょ本当。でやっぱりあのアーの発音がめっちゃいい。めっちゃ綺麗。アーが綺麗。これね基礎しっかりされてる方ってね、うん、アーの発音マジで綺麗なんですよ、うん、本当に。ほんまねこれアー評論家ってダウンタウンのなんかあのコントっぽいのがあったんですけど。いやでも本当にね。あのそのでもそうなんですよ。あの歌うまい人ってみんなあの発声めっちゃ綺麗だと思うんですよ、うん、そうこれね私の持論なんですけど、うん、だからね本当その発声発語に関してはもう岩崎宏美さんを彷彿させるぐらい基礎がしっかりされてる方っていう、もうイメージがもうついてしまってるんで、高音、うん、の時のあのね、うん、愛していたとかここすごいよね。このあの出だしのあがはーでもないね。そうちゃんとあーって言ってんね。でも綺麗、ね、密度のあるあーでしかもしゃくらずに、うん、もう第一声からポンって当てて言ってるじゃないですか、うん、もうそこがもうキャッチーわーなんですよこっちからしたら。だからねあのこれからねあの歌を聞くときにあーの発音結構気をつけて聞くと。そうですね、あーの発音っていうのはその人のもう全てが乗っかるって思ってもいいかなって僕は思ってるんで、歌の技量がね、大体僕らもその歌聞く時ってあの発音どうしてるかっていうのもよう聞くんですよね。だから村下幸三さんのあーもすごいよな。やばいっす。それこそワンインチボイスですね。ワンインチボイス、あそこのあーはね。ワンインチボイスっていうのはあの知らない人のためにちょっと解説しますとですね、はいはい、まあちょっと僕らがいろいろ岩崎宏美さんのことを語るときにですね、はい、そのまあ言ったら女装なしで声を出せるのってすごいよねっていう話なんで、っていうことですね。でそれを、はい、あのブルース・リーの女装なしでこの距離でパンチを打つワンインチパンチ、はい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 、この距離でこの本当1センチぐらいの距離で打ってんねんけども相手が吹っ飛ぶっていう、すごい破壊力ブルース・リーのパンチがあるんですよ、はいはい、でそれをもじってというか、でワンインチボイスっていうのを僕らが勝手に言ってるだけだ。今から大きな声出すでっていうこの構えがない状態で、この状態で急にわーって大きな声出るっていうことをねワンインチボイスっていうんですけど、でちょっと余談になりますけど、そのワンインチボイスっていう T シャツ作ったやつをあの岩崎宏美さんが実は来てくれて、ね、インスタに載ってますんで岩崎宏美さんがその僕らが作ったワンインチボイス T シャツを着て、ね、インスタに乗っかってるのがあるんで、またよろしければ見てください。見て、何の宣伝よ。岩崎宏美さんのインスタに乗っかってますんで、ね、でっていうのを僕らはちょっと表現で使ってるんですよね、ワンインチボイス。でもこれすごくないです。だって女装ないですもん ね、うん、普通にだってギターを弾きながらやると、うん、こう
とかできないんですよ。できないです、できないです、そんな大きな動作とかっていうのは、うん、基本的にあんまり動かさずに、スポーンと声出さないといけないんで、でもそれがもう完璧、うん、いやもうね、すごい方また見つけちゃいましたね、はい、見つけちゃいましたね、さん本当にすごい、やばい、あのこの方あの結構笑いが多いんで、そのギターに関してもとかでちょっとマニアックなんですよ、そのギターの弾き方とかもね、はははは、これマニアム系でもいけるかなっていう感じのことされる、そこはね、こうさんね、ちょっと解説しましょう。でなんかあのコメントにいただいたんですけども、うん、なんかあのヤマハのギターの、あの宣伝の動画にもなんか出られてたらしくて、はい、僕ちょっとそれ見たんですけど、ギターのこう解説をして、そうなんですね、うん、ギターの宣伝の動画に、広告の動画に出てたりとか、はいはい、もうだいぶ古いやつですけど、はい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 、うん、でもなんかその感じも普通のサラリーマンです。いやもうね、なんだろう、愛らしくなってきますね、 そこまで行くと。いやその飾らないのがものすごく俺かっこいいなと思っちゃうんですよ。いやいやもう私もね、かっこいいの極みはそこに行き着くやろうと思ってる人なんで、もう持ってるものすごいから、ね、着飾る必要も何もないんですよ、ね、そう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 、そう、ほんでなんで着飾んねんって、やっぱりそこでも見せなければいけないっていうのがあるからやる、うん、みんなやるんですよ、ね、もう村下幸三さんってもうそうじゃなくて、もうせんでもええねんって、せんでもそんなも十分っていう。いやほんまに十分でございます、しなくても十分でございます、歌だけに限らずギターまでやるっていう、ね、ギターのこの恐ろしいテクニックよ、ええやつないわ、はい、ということで今回踊り子という曲をね、はい、あえてこれね、村下幸三さんの魅力がもう出るに出まくるこの弾き語りで聴いてみましたという、ね、はいはい、動画になりました、はい、ということでこれぐらいで終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします、はい、ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。踊り子すごいな、こんな弾き語りされたらほんまに何にもできへんよね。いやもうあの何もできないっすね、やばすぎやろっていう。これね、僕実はそのアコギ一応まあやるんで、はい、昔こういうアルペジオを練習したことあるんですよ。でこれに近いのがサイモンとガーファンクル、あ、ボクサーとかって曲あるじゃないですか、はい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 、ありますね。あの曲ってアルペジオのやり方全く一緒で、こういうアルペジオなんですけども、はいはいはい、これよりもうちょっとスローなんですよ。あーなるほどね、これはでもむちゃくちゃ速いんで、このアルペジオのスピードが速い、曲のテンポはそうでもないんですけど、うん、そのアルペジオをするとなると、こうタンタカタカタカタンタカタカタカっていうのをずっとそれをやっていくんで、もうなんかむちゃくちゃ速くなるんですよ、指絡む指絡むこれがねなかなかできないもんですよ。いやもう絶対私ね、うん、なんかあの3秒に1回弾くとこ間違える自信ありますわ、こんなんしとったら、うん、今でも今のアコギで言ったら多分あのアルフィの坂崎さんぐらいはできると思いますけどね。うわすげえな、うん、アルフィの坂崎さんはこの辺多分できると思う、多分歌も知ってるやろし、今あんまりアコギでそのテクニック系で有名って言ったら、ほんな押尾幸太郎さんとかアルフィーの坂崎さんとかそのぐらいですよね、はい、他にいてたかなって、あんまりギターのテクニックで言えばっていうのはね、あんまり聞かないですけどね、あんまり聞かないですよね、まあでもこのアルペジオでずっと、えげつないわ、でこのアルペジオをしながら歌うってもうこんがらがるんですよ、なんかもうだからこっちを必死にやったらこっちがおろそかなるし、こっちを必死にやったらこっちがおろそかなるしみたいな、だからこれ本当にあれ冗談で言ってるんじゃなくて独立処理をしないと無理なんです。そうですよね、だから脳みそ脳みそ脳みその3つでしょ、そうそうそう、いやあの言ってることすごいわかります、うん、だから1個の脳みそで単一で同じ処理をするとこんがらがるから、うん、3つぐらいの仕事をしてるっていうことでしょ、そうそうそう、脳みそが、だからマルチスレッド奏法なんですよマルチスレッドなんですよ、だってあれやりながら歌も歌うわけだから、えげつないわ、そんなん考えたらもう、それは形だけではできんことないかもしれないですよ、うんうん、ただこれでアルペジオしながら歌歌うと絶対歌あんなにうまいこと歌えないんですよ、無理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 です、無理です、これがえげつないなって思って、ほんで見てないっていうのがもっとえげつない、見てないですよ、うん、手元を一切歌ってる時ずっと真っ直ぐ見てるんで、もう一体化してちゃってるからね体となんか怖い、だから自動的に勝手にっていうか、だからほんまに独立して脳みそあるから勝手に動くみたいな、うん、そうそうそう怖いよ怖いよ、さらっと歌ってね、ね、さらっ
とものすごい声で歌うっていうものすごい声なんですけど、その全然癖ないんですよね、うん、癖ない、癖ゼロ、なんかこう、ね、作ってない、ね、あのこれってじゃあ個性ないんかっていうと全然違う、違う違う、すごすぎて、そう、あの声がすごすぎて、その個性云々の次元超えてんじゃないですか、言うてる時点でごめんなさいって個性派みたいなね、なんですか個性ってって言われそうよ言われそう、えみたいな、そんな低レベルのこと言ってるんですかみたいなっていうぐらいやとすごすぎるんよな。この方もっと有名になったらいいのにって、ね、だからだって僕らこの45の世代でもリアルで見なかったですから。ああそっか、うん、多分やってたとしてもちっちゃい時やと思う。だからね、なんだろう、本当伝説の人として残っててもおかしくないぐらいですよね、この方ね。まあだから今回その1個目のその初恋に関して、語った動画っていうのがバズってくれて、ちょっと今考えたら良かったなと思ってるんですけどね。ああまあ確かにそうですよね、うん、いろんな方の目に触れる機会が増えるということですもんね、言ったらね。で村下幸三さんに触れてる動画って江戸山口さんっていうあの BG4 というかその元冬樹さんのお兄さん、おすすめで出てきました元冬樹さんのお兄さんの動画がある、はい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 、まあ、それその方ぐらい。でも江戸山口さんってだってもちろんメジャーでプロの方ですから、ね、僕らぐらいの人でこれを飾ってる人ってそういえば見かけへんなと思って。だってそもそも私存じ上げてなかったんで、うん、ね、そう。ほんでなんか今回まあたまたまそのうまいこと YouTube のアルゴリズムに乗っかってドコーンといったんで、うん、あでもそれを考えるとあんまりその語ってる方がいないんやなっていうのがYouTube 上でね。でもねすごい方ですよこの方。なんかテレビの昭和の時のなんか番組とかあるじゃないですか。あれでもあんまり出てこないですよ、ね、出てこないです。懐かしいぞうんぬんとかっていうところの番組見たこともないんで私。ちょっとしたらその何秒かぐらいは出るんかもしれないですけど。だからそのね、コウさんが最初初恋の動画上げる時に言ってたそのなんですかね、番組の中でちょこっと使われるみたいな感じで知ってるかもねっていうので、それで私そうワンフレーズだけあ知ってるっていうところがあったんで、なんかいやもっともっといろんな人に知ってほしいなって思いますね。いやでも僕ねそのまあ着飾ってとかいろんな衣装とかでかっこよくするのももちろんそれも素敵ですけど、僕このかっこよさ好きやなと思って自分は。いやでも私はこういう風な見せ方する人めっちゃ好きですってか一番かっこいいと思うんで私は。でも武器がすごすぎて武器すごすぎてもね武器すごすぎるから別に鎧なくてもいいやいけるみたいな、攻撃力だけで攻撃力がありすぎるから鎧金でもええといういやーすごいわこの方マジですごいっす。それのひどこです私は。なんかもうフラッと来てフラッとやってっていうタイプに、ね、見えちゃうでしょ、ね、どうか本当はどうか知らないですけど、いやこんな人がもしなんかねどっかのライブハウスとかパッて入ってきてパッてやってだったらちょっとほんまに誰あの人でしょみんな、え、どれ言うて全部持っていかれるやろ。全部持っていきますよこの方が。でも本人多分そう思ってないんやと思うんですよね。でもいやもうこういう方ってね意外と天才って分かってるようで分かってないっていうところあるんでね、これ普通だよって。自分は、さらっと別に、ねね、やりに来ただけみたいな感じの、ねね、何か問題でもあるのみたいな。かっこよすぎる、かっこよすぎやろほんまええなぁ。なんかそういう方見るとねいかに自分が小物かっていうのよ分かりますよね。僕らもね一生懸命これ喋ってピーピー喋ってね、これでなんぼですわもう本当無理です。こんなの無理っす言わせる何かってもう持ち合わせてないの。喋るのがね、喋るのだけがもう得意なんで、うん、はい、ということでお仕事でございました。ありがとうございます。10月秋の